こんちくわ、あなたの隣人、ゆっくり霊夢よ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、なんでトランプのババ抜きって、ジョーカーのことババっていうのかしら？そもそもババって、ジャイアントババのこと？霊夢お前、突然何を聞いてくるんだよ。まあ少なくとも、ジャイアントババのことじゃないだろ。それじゃ、バーバリアンのこと？ディアブロってゲームだと、バーバリアンのこと、ババって呼んでたわよ。ハック&スラッシュの名作だな。この間、シリーズの4が出ただろ。てか、お前相当ハマってたもんな。それともただ単に、おばあさんのことかしら。そうすると、結構失礼なゲームってことになるわよね。ババア、抜きって。そんなどうでもいいこと、なんで考えてるんだ？いやね、この間、ジョーカーに憧れて、悪いことした人いたでしょ？ジョーカーって言うと、まずババ抜きだから。なんでだよ、おかしいだろ。普通、ジョーカーをいきなり、ババ抜きのババに繋げないだろ。そうかしら。ははん、マリサはこの間、私にババ抜きで私に負けたから、ナイーブになってるのね。意外に繊細ね。ふふ、そんなことあったか？そもそもババ抜きは、オールドメイドというゲームらしい。そのゲームはジョーカーじゃなくて、クイーンを1枚抜いて、51枚のカードを使っていたそうだ。古い本には、この形で紹介されているんだが、こうすると1枚のクイーンの相手がいない、つまり1人売れ残る。それでオールドメイドっていうの？日本では1907年に書かれた、世界遊戯法大全に、これの和訳として、おばば抜きの名前で紹介されてるぜ。ここから派生して、クイーンではなく、ランダムにカードを1枚抜いて、それを確認せずに行う方法をジジ抜きもある。ババ抜きと違って、1枚残るカードが誰にもわからないので、ゲーム終盤までどれがジジなのか予想できない。世界遊戯法大全では、こちらはおジジ抜き、として紹介されてる。また、ジョーカーを加えて、任意の1枚を抜いて行う、ジジババ抜き、という遊びもあるんだ。ジジ、ババって、お年寄りを抜くって言い方、失礼じゃない？まったく。それはそうと、お前の言う事件って、京王線で起きた死傷事件だろ。ジョーカーの扮装をして、事件を起こしたんだよな。ジャック・ニコルソンのジョーカーでしょ？違う、ホアキン・フェニックスだろ。ジャック・ニコルソン版は怖すぎる。シャイニングじゃないんだから。いいえ、絶対ジャック・ニコルソンよ。そんな事件を起こすんだから、かなり言っちゃった男なんでしょ？いやいやいや、ジャック・ニコルソンは、映画恋愛小説家、でアカデミー賞を取ってるぞ。お前のジャック・ニコルソンは、シャイニング一択か？だってめっちゃ見てくるじゃない。インパクトでかすぎよ。もういい、解説に進むぞ。今日解説するのは、京王線死傷事件だぜ。この事件は2021年10月31日、東京都調布市を走行中の、京王電鉄京王線車内で発生した、殺人未遂事件だ。ジョーカー事件、とも呼ばれた事件で、2023年7月31日に、判決が出たばかりだ。コスプレしてるだけでジョーカーだなんて、ジョーカーに失礼よね。ジョーカーに土下座してほしいわね。わかったわかった、解説していいか？それじゃ、みんなも、それではゆっくりしていってね。まずは事件の概要を解説していこう。2021年10月31日20時頃、東京都調布市を走行中の特急列車の車内で、当時24歳の服部恭太が、刃物で他の乗客を切りつけた上、液体を撒いて放火し、18人が重軽傷を負った。この事件で亡くなった人はいなかったの？危なかった人はいたんだ。刺された1名は、心肺停止状態を経た後で、なんとか回復している。16名は火災による煙を吸って、喉の痛みを訴えた。その後、1名が負傷者に追加されて、18人の被害者となったんだ。その後京王線の車内で、タバコを吸いながら座っていた犯人の服部は、駆けつけた警官に、殺人未遂で現行犯逮捕されたんだ。この時の映像は、テレビのニュースで見たわ。相当取り上げられてたから。そうだったな。車内のパニック状態や、炎が上がるシーン、その後服部が座って、タバコを吸う場面は、何度も報道されていたよな。テレビで見てる分には、そこまでじゃなかったけど、現実に目の前で起きたら、相当恐怖だったでしょうね。それにしても、なんでこの服部って男、こんなことしたのかしら。それに電車内でやるって、捕まるリスク高すぎでしょ。この服部は、犯行の手法については、2021年8月6日に発生した、小田急線死傷事件を参考にしたと供述している。こちらの事件は、別の動画で解説しているから、気になる人はぜひ見てみてくれ。あったわね。サラダ油巻いて、火がつかなかったやつよね。覚えてるのはそこかよ。まあいい。それじゃあ次に事件の状況を、詳しく解説していこう。服部は、事件が発生した10両編成の、京王線新宿行き特急82列車3号車に、調布駅から乗車した。19時54分に、
電車が調布駅を発車した直後、服部は3号車に乗車していた72歳の乗客の男性の目に殺虫剤を吹きかけ、右胸をバッグに隠し持っていた刃渡り約30センチの刃物で刺したんだ。いきなり？何の警告もなく？怖すぎるわね。ああ、この刺された男性は事件後に意識不明の重体と報じられたが、事件から9日後に意識を取り戻している。意識不明って相当危なかったのよね。助かったのは良かったけど、かなり後遺症とか実生活にも支障が出るんでしょうね。ああ、この被害者の男性は未だに車椅子での生活だそうだ。この事件の影響で仕事も辞めるしかなく、大変な思いをしてるそうだ。ひどい。服部はこの男性を刺した後、刃物を持ったまま前方の車両へと移動する。この時前方で席に座っていた中央区の会社員男性はとっさに服部と視線を合わさないようにしてやり過ごしたそうだ。この時服部は終始無言で、血のついた刃物を周囲に見せつけるようにして歩いていたという。怖すぎる。でもその場にいたら私もどうしていいかわからないわよ。服部の姿を見て乗客はパニック状態になった。車内に悲鳴や怒号が飛び交い、乗客が一斉に逃げ出す。座席で音楽を聴いていた20歳代の自営業男性もその騒ぎに気づいて逃げようとしたが、車内に人だかりができて思うように前に進めなかったそうだ。こういう時みんなパニック状態だから出口に集中して動けなくなったりするのよね。男性が後ろを振り向くと、紫色っぽいスーツと緑色のシャツを着た金髪の服部が、一般的な包丁より長い刃物を手に立っていたんだ。この日はハロウィンだったから男性は一瞬ハロウィンのいたずらかと思ったそうだ。だが周囲の反応から本物かもしれないと、服部の脇をすり抜けて後方に逃げたそうだ。服部は最初の人以外に襲いかからなかったのね。ああ、笛を打たれた男性は抵抗する間もなく重傷を負ったが、他の成人男性に対しては積極的に攻撃していない。抵抗されることを恐れたのかもな。それでも事情がわからない人は相当の恐怖よね。凶器を持った男が近づいてくるんだもの。ああ、そして電車が普代駅を通過した後、19時56分頃、乗客から車内非常通報装置で通報が行われたんだ。しかしこの時の通報は車掌につながるが、車掌が通話機能を通じて乗客に応答を求めるも聞き取れず、状況を把握することができなかったんだ。パニック状態だし、わからないわよね。こういうシステムって、音声だけじゃなく、カメラとかがついていればよかったのにね。服部は前から6両目の5号車に移ると、ペットボトルに入ったライター用のオイルを巻き、ライターで火をつけたんだ。さらに殺虫剤スプレーにも引火させる。この放火によって、車内にはすぐに煙が上がり、逃げ惑う乗客や、消火器を持ってきて、といった、叫び声で、さらにパニック状態となったんだ。この火災によって車内で、火災を感知する装置が作動し、座席が燃えた。電車は国領駅で緊急停車したが、車両のドアとホームドアが開かなかったため、乗客が窓を開け、ホームドアを乗り越えて、避難する事態となったんだ。なんですぐにドアを開けなかったのかしら。後の国交省などとの緊急会議の中で、この事件で車掌が、ドアを開放しなかったことについて、京王電鉄の担当者は、窓から避難中の乗客がホームドアに、足をかけるなどしており、開けるのが危険な状況だった、と説明している。まあ、こういうのは判断が難しいだろうな。そうよね。急にホームドアが動いたら、挟まったり、事故になるかもしれないし、電車がホームに入ったところで、ドアを開けれればよかったんだろうが、難しいだろうな。京王電鉄はこの時の状況について、自社の規定に照らして、やむを得ない判断だった、との見解を示しているぜ。今後の対策とかには活かしてほしいわね。難しいだろうけど。その後、通報を受けた警察官が駆けつけた際、服部は後方の2号車に移動していて、刃物を持ったまま座席に座っていた。そのシーン、映像で見たわ。相当流されてたわよね。服部は、刃物を捨てろ、と言われると、おとなしく刃物を座席に置いたそうだ。逮捕は20時9分だった。警視庁は、捜査本部を調布警察署に設置し、捜査を開始する。服部は警察の調べに対して、小田急線の死傷事件を参考にした。小田急線の事件ではサラダ油を使って、火がつかなかったので、ライターオイルを使った、などと供述したんだ。変なところで学習してたのね。だからあんなにボンって燃え上がったのね。ちなみに、みんな知ってるかもしれないが、この事件がジョーカー事件と呼ばれる理由について触れてみよう。これって、SNS に投稿された服部の事件当時の服装が元ネタよね。ああ、
服部のこの時の服装は、緑色のワイシャツにネクタイ、紫のスーツ姿だったことから、SNS などでは、アメリカの DC コミックスの、バットマン、のジョーカーの服装に、似ているという指摘が上がっていたんだ。結局コスプレだったの？いや、犯行日がハロウィンだったこともあり、捜査員もコスプレかと疑ったようだが、服部は一旦は、私服だ、と否定したんだ。しかし一夜明けると、ジョーカーへの憧れを口にすることになる。急に？なんか自己顕示欲出してきたのかしら？どうだろう。服部曰く、ジョーカーをイメージした私服、ということらしいぜ。なんかダサい言い方ね。電車内での殺人、は、2019年に公開された。ジョーカーが主役の映画の、ジョーカー、を想起させるところもある。ちなみにそれは、ジャック・ニコルソンじゃなくて、ホアキン・フェニックスだ。この映画は評価が高かったんだぜ。この映画でのジョーカー、は、もともとは心優しい人だったんだが、不条理な世の中への不満を溜め込み、地下鉄で男たちに襲われた際に、持っていた銃で男たちを銃で撃つシーンがある。そしてこの事件をきっかけに、彼ジョーカー、は、悪の道に落ちていってしまうんだ。それじゃ、そんなジョーカーに憧れて、服部は犯行時に、そんな派手な格好をしていたの？どうもそうらしいな。まあ、ナルシシズムの感じはするが。なんだか薄っぺらいわね。服部はどうしてこんな事件を起こしたの？それじゃ、服部の当日の動きに触れてみよう。事件当日服部は、京王八王子駅近くのビジネスホテルに滞在していた。そして、ジョーカーのような格好をして、17時頃に、最寄り駅の京王八王子駅から、京王線上り電車に乗り、明大前駅まで行くんだ。そこで京王井の頭線に乗り換えて、渋谷に移動した。仮装した人たちで賑わう、渋谷を散策した後、18時40分頃に渋谷駅から、再び井の頭線に乗り明大前へ向かう。さらに京王線に乗り換えて、調布駅に向かうんだ。調布駅で電車を降りた服部は、上がりの特急に乗り換えている。なんか目的なくうろうろしている感じね。ちなみに、外国人の YouTuber が撮った、10月31日の渋谷の、スクランブル交差点の動画に、ジョーカーのようなスーツを着た服部が、映り込んでいたそうだぜ。少なくとも、犯行を隠そうとか、犯行後の逃走なんかは考えてなさそうね。そうだな。ここで犯人の服部の生い立ちや、犯行に至るまでついて話そう。子供の頃の服部は、おとなしくて地味なタイプだったようだ。服部の小中学校の同級生たちは、ジョーカーの服部と、小中学校の頃のイメージが、結びつかないと取材で話していた。服部は福岡県立福岡開誠高校を卒業後、大学には進学していない。専門学校に進み、卒業後は介護ヘルパーの職に、ついていたようだな。その後、漫画喫茶のアルバイトをしていたようだ。元同僚の証言によると、勤務態度はとにかく真面目でよかった、そうだ。なんか、通り魔的な事件を起こしそうには感じないわね。犯行前の福岡時代は、地味なタイプだった服部は、長く付き合っていた彼女がいたそうだ。中学時代の後輩の証言から考えると、どうやら彼女とは中学校から交際していたようだ。真面目な人物だったなら、結構長く交際していたのかしらね。学生時代に付き合い始めて、そこから2017年頃までは、交際していたようだ。だが服部は、2017年に、長年交際していた彼女と破局して、恋人だった女性は別の男性と結婚したそうだ。そうなのね。それは辛かったでしょうね。服部は彼女と別れたことで、精神的に不安定になっていった。元同僚も服部が彼女と別れた後、元気がなくて、病んでいたと証言している。そして彼女と別れた2017年に、勤務していた漫画喫茶で2回、盗撮事件を起こしている。と、盗撮？どういうこと？長年付き合っていた彼女と別れて、闇落ちしてしまったのかもしれないな。盗撮事件は、勤務先の漫画喫茶の男女共用シャワー室に、カメラを設置していて、シャワー室を盗撮していたとのことだ。一回目は被害女性の彼氏に脅された、と言って、母親に付き添われて警察に相談に行っている。二回目の盗撮が発覚しても、逮捕されることはなく示談で済ませたが、漫画喫茶はクビになっている。まあ当然ね。っていうか、二回も盗撮してたって、もう病気の類じゃないの？精神科に行った方がいいと思うわ。そうだな。摂取症という病気もあるからな。覗きや盗撮という行為そのものに、興奮したり、それ自体が目的になる場合もあるからな。もしかしたら、そこで病院に行っていれば、こんな事件、起こさなかったかもね。わからないがな。ただ、病院の通院歴などはないようだぜ。そもそもこういった行為については、本人に病識がない場合が多いし、診察を受けるのは相当ハードルが高いだろう。実際に診察を受けるようになるのは、有罪判決を受けたり、社会的に大きなダメージを受けた場合になりがちだ。
こういう部分もなんとかならないのかしらね。被害者はもちろん、加害者を減らすためにもね。それで、辞めさせられた服部はその後どうしたの？服部はその後、福岡市内の携帯電話の関連会社のコールセンターで、通信機材の営業販売の仕事をしていた。しかし2021年5月頃に、顧客からのクレームが原因で配置転換となり、6月に退職している。クレームね。あまり嬉しい話じゃないけど、仕事してればある話よね。この退職理由は、顧客からのクレームによる配置転換に、不満があったとも言われているが、人間関係が原因で退職した、とも言われている。もし、精神的な問題を抱えていたなら、クレームも配置転換も、余計にきつかったかもね。ああ。服部は逮捕後に、仕事で失敗して友人関係もうまくいかず、死にたかった、と供述している。その後、仕事を辞めた服部が事件を起こすまで、どうしていたか話そう。2021年7月頃に服部は、一人暮らしをしたい。気分転換で一人旅がしたい、と言い残し、福岡市から神戸市に移る。福岡から神戸に？突然ね。いろいろとしんどかったから、環境を変えようと思ったのかしら。それから名古屋に行き、東京の八王子までホテルを転々とする日々を、送っていたようだ。貯金が底をつくと、消費者金融からお金を借りて、生活費を工面していた。ちょっと。もう相当破綻してるじゃないの。先の見えない生活って、このままじゃ。この時、八王子のホテルでは、宿泊費1ヶ月分13万4千円を、一括で前払いしている。さらに、ジョーカーの衣装一式を、約20万円で購入し、ライターオイルや可燃性殺虫剤なども購入して、京王線刺傷事件を着々と準備していたんだ。もう相当自暴自棄になってたのね。ってことは動機はもしかして、拡大自殺？ああ。服部の犯行動機なんだが、人を殺し死刑になりたかった。二人以上殺せば、死刑になると思ったというものだ。つまり自分では死ねないから、死刑になるために京王線刺傷事件を、起こしたということだ。むちゃくちゃね。今までもこういった事件あるけど、無関係の人を巻き込むなんて、本当に許せないわ。本当だな。全くもって身勝手な犯行理由だ。事件のその後についてだが、2021年11月22日。警視庁は、女性ら複数の乗客にオイルを撒いた上、火をつけたとして殺人未遂と、現住建造物等放火容疑で服部を再逮捕した。東京地検立川支部は、服部容疑者の鑑定留置を請求して、服部に精神鑑定を行った。結果はどうだったの？精神鑑定の結果、刑事責任能力があると判断されている。2022年3月11日。東京地検立川支部は服部を殺人未遂、銃刀法違反、現住建造物等放火の罪で起訴した。2023年6月26日の初公判では、服部は刺した男性 A さんへの殺人未遂での起訴は認めた一方で、放火による12人への殺人未遂罪については、殺人未遂は認めませんと、起訴内容を一部否認している。しかし全国紙社会部記者によると、服部被告が犯行前に滞在していた、東京都八王子のホテルの部屋から、ライターオイル空き缶が22本見つかっており、少なくとも3リットル以上のオイルを、車内に撒いていたこととなる。検察は彼に殺人未遂の意思があったと、見ています、とされているぜ。6月27日に、車椅子で証人尋問に出廷した、被害者男性 A さんは、電車に乗ったことは覚えていますが、胸を刺されたことは残念ながら覚えていません。事件後は、走ることも、好きだった自転車に乗ることも困難になりました。名前の最初の文字もうまく書けない。責任を取れないなら、何もしないで欲しかった、と語った。続けて事件当日は、夜の遅い時間に仕事に向かうために、電車に乗っていたんです。刺された後は、入院中は体が元に戻るかどうか、心配でなりませんでした。家族に迷惑をかける。友人に迷惑をかける。収入が減ってしまう。とても不安で心配でした。2022年3月にようやく退院しましたが、食べ物をうまく口に入れられない。箸ではうまく挟めないので、落としてしまった食べ物をこっそり手で、食べたりすることもあります。今の体では、事件前と同じ仕事は続けられないので、昨年末に退職しました。労災保険で食いつないで、妻と子供二人の生活を支えていますと、証言したそうだ。あんまりだわ。こんな男のせいで、許されることじゃないわよ。無理だと思うけど、服部は反省していたの？どうだろうな。服部は終始うつむきがちで、A さんの話を聞いていたそうだぜ。また別の40代男性は、事件後に心療内科に通院することになり、2022年7月から今年まで、休職を余儀なくされ、電車に乗ると震えが止まらなくなってしまった。
他にも、電車に長い時間乗ることができなくなり、電車に乗ること自体を避けている、10代の女性など、複数の乗客が心に負った傷を明かした。それはそうよね。こんな事件に巻き込まれたら、その時のことが思い出されちゃうわよ。その後の公判では、服部が殺人未遂を否認した部分の、被害者の証人尋問が行われた。証言台に立った乗客 B さんは、刃物を持って迫る服部の様子を語った。服部は、車両の連結部分に集中して、動けなかった乗客に、ペットボトルに入った液体を撒いており、私の額にもかかりました。そして服部の手には、点火したジッポライターを握られていて、とっさに京アニの放火事件がよぎって、焼き殺される、と思いました。その後、別の車両に向かって、ぬるぬるした床を必死で走ると、後ろからドカンと大きな音がして、赤い炎が大きく燃えていました、と語っていた。また、今回の事件の報道によると、今回、服部被告は車両に火をつけて、運行不能にした。車両修理にかかった費用は、2430万円ほどとのこと。こちらの賠償も服部が、負う可能性があります、とのことだ。払えるかどうかはわからないがな。こういう時、被害者は本当に泣き寝入りに近いのよね。犯罪被害者給付金とか、支援についてもっと拡充してほしいわね。裁判については2023年7月31日、東京地方裁判所立川支部は服部に対して、多くの死傷者が出てもおかしくない状況で、凶悪で卑劣な犯行として、求刑懲役25年のところ、懲役23年を言い渡した。求刑通りでもいいと思うけどね。弁護側は乗客一人を刺したことは認める一方、放火による別の乗客12人への殺人未遂罪の成立を争っていた。裁判長はこのうち10人については、同罪が成立すると判断。残る2人は、当時の車両内での位置関係などから、成立を認めなかった。裁判長は判決で、元交際相手の結婚を知ったことや、勤務先で異動を言い渡されたことで、自殺を決意した被告が、死刑になるために犯行を計画したと指摘。電車内で突然襲われた被害者の精神的苦痛や、不は計り知れない、として、社会的影響の大きさも踏まえて、同種事案の中でも特に重い部類、としたんだ。そうよね。間違いなく、人を殺そうとしているし、実際 A さんは死んでいても、おかしくなかったんだしね。裁判長が苦しくても生きて、きちんと対応して償いをすることは、忘れないでください、と言うと、服部ははい、と答えた。もうこういった、拡大自殺みたいな事件、起きてほしくないわね。被害者には何の罪もないのに。残念ながら、この京王線での事件を模倣した、放火未遂事件が、2021年11月8日、九州新幹線で発生している。乗客の69歳の男がオイルを床に巻き、紙にライターで着火し床に置いたが、火は燃え広がらず、すぐに消えた。不幸中の幸いね。それにしても、模倣犯って、男は熊本県警察の調べに対し、京王線のニュースを見て、真似しようと思った、と供述しているそうだ。京王線死傷事件も、2021年8月6日に発生した、小田急線死傷事件を参考にしたと供述されている。こういった事件の、負の連鎖が起きていることに対しては、本当に残念でならないな。まったくだわ。自分の中の怒りを、社会や周囲へ転嫁して、こんなことするのは本当にやめてほしいわね。まったくだな。それに、こういった事件の被害者への支援もしっかりと進めてほしいと思うぜ。犯罪被害者給付金の支払い金額があまりに少ない、支援が不十分だとの声も多い。社会全体で支える仕組みも必要だと思うんだが。そうね。それにメンタルの不調や、その治療、支援についてももっと議論されてもいいわよね。加害者になる可能性を減らすって意味でね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、もともとは普通の人だった、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。